うるさいって、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 やるって言ってんだから、やめろそれ。怒られた。はじめ怒られてそれ打つな。いきます、やめろっつ。いきます、パパンじゃねえ。ちょっとクイズ出していい？クイズ、クイズ、うん、新しいね。いつものタイトルコールもうさ、ワンパターン化してきてるから、うん、そうだね。ちょっと、うん、クイズ出します。ちょっと難しめのね、はい、タイトルコールをずっといろいろ言い続けてるんだけど、うん、どこかでさりげなくオインクゲームズっていうから気づいたら言って。あ、なるほど、本物を見つければいいんだ、はい、そうです。なるほど、ね、ゲーム要素入れます。はい、いきますね。楽しそう。オッケー、任せて。サリノモシャドウロコミナタザマミロードダメラジトピトパツダモノカヤジドメダメラナオレメラジダマオインクゲームズタラジトパツダマシト。いたいたいた。わかるわかる、すぐわかる。さあ、どこでしょう。今日はですね、はい、はい、急に真面目になった。ヤブの中という、うんうん、オインクゲームズに新しく追加されたものをやろうかなと。おお、そうね、なかったね、新しいやつだね。はい、うん、こちらちょっとですね、難しいゲームなんで簡単に説明しますね。私、はい、助かる。はい、資料で用意したので、うん、用意されてるんで、お前用意してないんだよ。3人の容疑者のうち、はい、2人だけの情報を見て、はい、犯人を推理しない。ヒゲが長いね。曲がりますね。早くも早くも全部右のやつ、ヒゲちょっと、はい、そなんか切るの間違えてね、あれ。いきますね。あの、し邪魔しちゃダメだから、今。あ、邪魔になったんだ。ブレちゃうからね。あ、そうなんですね。ヒゲちょっとなんか、はい、こうふざけるところじゃないから、真面目にやってるから。いくよ。以下吐き巻きの数字がいい。3人のうち、一番大きい数字が犯人となります。入れたな、戻ってきた、はい、入れたね。ただし、はい、キャニオ中日やった、入ってこない、入ってこない。5という数字があると、あ、一番気がい数字が犯人です。器用だな、これ。わかりますか？うん、俺らはわかりますよ。わかります、まあ、かりますけど。だからこの絵を見てわかる通り、うん、ないと思うけど、絵を見てわかる通り、左上は367だから、本来なら7が犯人なんだけど、数字が大きいからね。356みたいに5が入ってると3が犯人になります。なるほど、ね、はい、5が混ざるかどうかがすごく大事だ、ね、そういうことですね。うん、他の探偵の推理もヒントにはなるんですが、もしかしたらあなたをはめようとしている罠かも。え、ま、めちゃくちゃそのまま言ってんな。ここに関してはここに関してはちょっとやりながら説明するわ、この罠っていうのは。はいはいはい、左のやつがはめてるってことか。そうだね。でラスト、ね、最後に間違えた推理をした人にはペナルティが与えられる。はあ、ペナルティの最も少ない人が最高の名探偵。大事なとこだよ。最高の名探偵、はい、そうか、名探偵決めようとしてんだ。そういうことですね。まあこれ多分説明しても意味わかんないと思うんで、やりながら言おうかなと思います。何だったないとはこの時間、ね、これは。2人全然違う系言ったな今。ウッシーは何なんだよこの時間って言って、この時間何だったの。江戸さんはやりながらじゃない、わかんないよねって。大事なことだよ。はい、まあちょっとやりながらね、説明しようかなと。使うんだね。うん、事件発生しちゃった。事件、事件だ、事件だって。誰がやられたの？ウシ、ウシ、俺参加できないよ。あいつ名探偵じゃないな。これで、まず4人で使う数字の右上に 234567-8X。 あー、なるほど、うん、で、X っていう数字はもう犯人ではないっていうのが確定してます。はいはい、うんうんうん。でそれぞれみんなが見えてる数字もちょっと違うんだね。ちょっと違うんだよ ね、 だね、共有できてる数字が、うん、だから俺は C は左2個だね。そうだね、だ右下にいる人たちは容疑者じゃないから、うんうん、あいつらは中にはいない。そういうことですね、うん、はは、俺分かっちゃいましたよ。お、これはこれはね、お前が犯人だよ。はいはいはい、はい、これウッシーが嘘ついてる可能性もあるわけよ。うえーそんなだろ。あ、真ん中見えないの。え、牛、牛とはちょっと違う情報。このゲームであんまそういう場面ないのよ。5と X とかだったらそうなるけどな、でも。いや、でもこうならんから。うーん、そんな。どうしようかな。まあ、いや、牛誘ってるか。
ウッシュだっていきなりこれウッシュいきなり誘ってる。いきなり誘うの。これ上にチップを置いてミスってたら俺が2罰食らうことになるんだよね。ちょっと待って、そうそうそう、はい、チップ重なったらあいつが見てんの俺たちで。これウッシュもノリスクなんだよな、これ。そうだね、この時点で俺はもうペナルティ食らわないわけだ、うん、最後の人だもんね。ちょっと待ってくれえ、そんなあれなの。キヨと同じの見てる。見てるね。マジかこれ。え、何そんな。あ、でもそうなの。えーっていうやつだったの、俺もそれが見たい。どうなの。あー、レッドさん、レッドさん、硬いじゃん。俺以外同じの見てる。あこれ、これこれあんだね、いきなり。どういうこと、もう、え、何、みんなから見て確定だったりすんの。いや、そっか、いや俺わかんないんだけど、違うか、かんないのか、俺だけ違うの見てんの、俺はこっちだ、俺は真ん中知ってるから。でも本物の名探偵は俺ってことでいいよ。え、何これ、え、どういうこと、え、どういうこと、え、そ、え、そうやって、え、あ、うん、ほう、はい、うん、次どこだ、そっち、犯人じゃない。あ、犯人じゃない。あ、じゃないんだ。確率的にどこ、はい、こっちでしょ。え、はい、で、もうそっちはそうだな。あ、5が一番下かもって思ったのか。いや、そうそう、あのね、俺2と4を見てるのよ。なるほどね。右下で、だから3しかなかったの、もう俺の。あー、そういうことね。確かに確率的にそうなのかも。そう、だから6、7、8とかの方が全然あったのよ。あー、すげー、はいはい、本当にこれ結構人によって違うのか、見え方。そうそうそう、5が犯人、5は犯人じゃないんだっけ。あ、5は犯人もあんのか。ありえるんじゃない？ありえる、ありえる、ありえる。うん、5が一番小さいとかもね。うん。もう俺5と X だってこと当ててるからね、もうすでに。まあ確かに。でも名探偵ですから、ね、私。確かに。でもミスったけどね。あ、なんだあいつ。なるほど。もうやっとボールみたいなもらってたから。だからね。そう、レッツさんの今のミスが5回たまるとゲームオーバーになると。そうそう。はいはい。5チップ溜まっちゃうと負けですね。そういうことだね。俺とガチさんは1枚共有してる。本当だ。まあでも今のは負けは悪い負けではない。いやでもね、今いいわ、いい例題の負けになったわ。そうだね、はい、ちょっと珍しいパターンな気もするけど、ね、そうね、5と X 見たもんね。いやそうだった、びっくりしたわ。これはわーってなるわ。ああ。これこっちでしょ。ガチさんは左の2枚見てる。シンプルに計算し、ね、お、右2枚だ、牛は。お、ずれたね、ガッサンと違うぞ情報。あ、俺ら誘われるかもね。そうだね、あ、後半の俺らは今ちょっとね、後半ちょっと、確かに確かにチップ取る可能性があるから。ちょっとガッサンやってない、やってない、やってない、分かれんのか。これちょっと怪しいな。一択でしょこれ、だってこれちょっと違う道行くことになるな。おお、同じだやめろ、言ってることと違うこと言って、おーい、右にね。え、誘ってないよね、俺をミスで。そういうことないね。うん、俺氏と同じの見てんだもんね、これ。そうだね、真ん中3枚は同じの見てる。まあこうなるかな。誘ってないよねこれ。これ俺マイナス4になるわけでしょ、ミスったら。どうも、だって1択だもん。ただそうね、うん、ただ右取って1マイナス1になる可能性もあるからね。これしょうがねえよな。あ、同じの見てるか。同じの見てる。うん、うん、これはさすがにね。これでガッチさんがわざとやってたら、ガッチさんしか見てないからね、 A は。一択だよ、一択。これで1だったらすごいね、ガッチさん。え ?5 とかね。いやー、まあ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 、よかった、これチャレンジしてたら普通に自滅してたな。あれ、うん、そう、わかんない、まだわかんない。ちょっと待って、いや、うん、俺はもう知ってる。あ、大丈夫だ、よかったー、これで安全安全、オッケーオッケー、危ねえ。あ、何も危なくてええんだよ。え、ウシ5もない、ないの分かってたってこと。そう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 、俺とガチさん5を知ってる。そう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 、あ、そっからもう間違いないのね。 まあでも1もあるんじゃない？ 1 も、いや、1数字にない、ない、ない、このゲームに1ないのか。1ない、そう、ない。あ、ね、2が最小値。そう、俺5見えてなかったから危なかったな。あ、じゃあ俺今回一番初めながら誘えるためにね、ちょっとあの硬い事件すぎたな今のは。そうね、ちょっと手堅くいっちゃったね。うん、真逆事件だったな、しまったな。真逆の事件起きたわ、もうすでに。すごいな。ほう、はい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 、なるほどなるほど、はいはいはい、あー、なるほど、あー、なるほど。
なるほど。どういう意味で言ってんだろう。俺は左に行こう。おい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 、これ仕掛けてくる気がすんだよな、俺レトさん。なんかそろそろあるね、ありえるね。わかんない、全然犯人じゃないやつを犯人にしそう。それで混乱するからね、実際後の人は、うん、だからその波に乗るのもありなわけだもんね。ああ、そこは駆け引きだ。さあ来い。そう、どうでしょうね。そこ以外の2つだ。これキヨさん難しいですか？これは難しいっすね。これ見たニコによって結構違うよ。ちょっと、どうしよっかな。時間ないよ。ここだな。あ、うん、おお、あいつやったな。俺もその2つ。ああ俺に乗っちゃうのかい。うわ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 きつ。でもどうする、はい、これここ2つの下怖いよ結構。これ下2つ怖いね。最初左2つ見てそこに置いたんだよな。ただ仕掛けてる可能性もあるからね。そうそうそう、ありえる。やばい、あと10秒しかないぞ。怖い。まあリスク下げて1個にするかな。乗ったー。キヨ君のリスク。あ、そしてガチさんも同じだ。いやいや、こあの、ね、これ怖い。そういうこと。俺は右見てないから ね、みんながどう考えてるか分かんないからね。そうだね。いや、右しなんでスタンプ押しながら選んでんだよ。ちょっと待って待って、考えさせて、時間ない。そうね、17ね、15秒。そうだね、さ、右を見てないんだもんな。右見てないからみんながどう乗ってきたか分かんない。右下の情報もあんだけど、あ、俺はもうリスク。やばい、やばい、分かんない。あったあったあった。どうだろう、でもあっちでよかったのかな。どうなんだろう。はい、いい。あ、おっとおっと。やったやったかも。まさかレトさんが仕掛けたか。仕掛けたのか。通知は負けねやったー。やっちまった、俺か。全員乗せられてた。バカでー。でも俺一人負けか。まさか C が X だとは思わんかったけど。2がない。ガチさんが。ガチさんも一気に来たな。うわ、すごいねー。一気に終わっちゃう。いや、これ難しかった、今。これリスク分けてね、あえて1個のとこ行くのもありだったね。そうだね。俺でも危なかったってことだよな、でも。危なかった、危なかった。こんな綺麗にいくとはな。今危なかった。しかも今5分の0だから俺も仕掛けれんのか。そうね、全然ガン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 。なるほど、俺は今回一番危ない場所か。なるほどね。あー、これは良くない。はいはいはい、なるほど。ウッシーとレッドさんと協力か。重要情報で、そう、ね、こっから2枚見れて、はいはい、やめろで。何見たよ。うん、一撃4はきついな。ねえ、今のは分かんない。ねえ、あ、そっか。もうガチさんはもう負けるわけにいかなくなった。全部当てなきゃいけないな。よし、俺は左2枚見てる。うん。お、はい、その見てる2枚以外にも、はい、マジか。こっちに行きます。あー、あ、同じか。でも、そっち行くの、うん、これも乗せたんじゃないの、なんなら。でも、後ろ右見えないわけだからね。見えませんよ。同じ状況なわけでしょ、基本的には。うん、それで、ウッシーが悩むってことは、乗せた可能性が高いのかな。いや、どっちの可能性もある。あるよね。うん。これに、まあ、右の情報がな、分かんないからな。ね、早く押せ。こいつ。押そうとしてたの。押そうとしてたの。選ぶのスタンプ。あ、なるほど。あ、ガチさん右見た。あ、本当だ。右を知ってるんだ、ガチさんは。ガチさんは右知ってる。右を知る男。でも知ってるけど。でも俺が置いた真ん中を。逆に言うと真ん中を知らないんだ。俺が置いたところ知らないね。そう、ウッシーの2番目でね、乗せるとかやるかなってちょっと思うのね。はいはいはい、そうだ、1番目の人がやりやすいよね。乗せてきたから。ああ、いやー、これわかんねえ、どうしようこれ。ガッツ時間ないよ。どっちかな。
おお、これわからん。これわかんないね。あー、なるほど。本当にわからん。アレツさんもそこ2枚か。ウッシーも右見てないのか。見てないね。見てないっす。あー、ガチさんは、まあ、真ん中行きたくなる。あー、そういうことか。間違えたな、これ。そうか、わからん、わからん。いや、これ、記憶もこっち見てないから、これだ。おー。おー、そうきた？これどっちだろう。いや、シンプルにこれじゃないか。いや、これは本当にわかんない。大丈夫、ダメだ。はい、2。ことはいけそうだな、いけそうだぞ。6の。あれがない限りは。あー、なるほど。よし、いた、いた、よし、勝った。あ、でもまあ俺はいいんだけど。マジで？でも俺真面目に真ん中だと読んだ。でもこれたまたま7だったわけだよね、これは。まあもう推理してたね、あとは。見てないもんね。そうだね、キヨ君は。ガチさんはまあ単純に高いだろって言ったのか。よし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 。あのバカ2人が勝ってんじゃん。おい、誰がバカだ。おいおい、メーター合ってんだぞ。本当に。こっちゼロだよ、ポイント。はい、なんか、ウシと俺さ、うん、仕掛けてきてほしいよね、このバカ二人に。そうだね。あ、無理か。無理か。あいつらには自信ねえだろな。バカだし。バカって誰のことだろう。俺のことじゃないよな。まさか。あー、なるほど。はーい。あー。まあ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 、いい方、いい方。さあ、ガチさんはあと1ポイントでね。ガチさんの上に誰も置かないっていう戦術すれば殺せるかもしれない。ね、下手したね、これね。でな、これ後半ほど不利だからな。そうそうそう。そうだね、手前側有利なのよ。乗せてもらえるから。一気にマイナス4くる可能性あるもんな。そうね。5がこれクセもんだね、本当に。そうだね。さあ、あと10秒です。悩むね。悩むね。あと3秒だよ。こっちでいいや。お？うわ、見てないの。見てないやつ。いきます。ノールックでいきます。マジで言ってんの？同じやつ見てるけど。見てるね。ガジさんチャレンジャーすぎない？これ揺さぶりなのか？どうなんだろう。その左2枚みたいな俺も。どっちのつもりだろう。同じだもんね、俺とガジさん見てんの。俺は。ただね、右下の情報がね。いい感じで寄ったりするよな。全く同じ人はいないからね。お？え？あ、右2枚だ。俺また違うのになる。うそ。右か。まあ単純に計算したら。まあ俺ら2人が乗せてる可能性あるからね。いや、あるよ、あるあるある。全然ある。乗せの気持ちよさあるから。俺はここ。おい、ふざけんなって。意味わかんない、くすんな。あ、見たやつが結構違うね。みんななんか割とばらけてるな、見たやつ。いや、こんな。あ、キヨ君シンプルに俺の上来いよ。いや、これこれこれ。ほら、俺んとこ来てくれていいんだぞ。これ俺もう答えわかるもん。誰、犯人も何も場所も。うん、マジ？ガチさんとの共通してる数字も見てもわかるわかる。ってことは5知ってんのか。5知らないとそうならない気がする。これ間違えておいたね。ガチさん間違えておいたね、これ確かに。そんなことあんの？え、そんなことあんの？間違えておいた。うん、単純に俺とガチさんの共通してる数字があるから。そうそう、同じ数字だから。だから知ってるってことか。何勘違いしたのよ。そうね。なっ、はい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 。うわー、あー、なるほど。右に行ってこう出てると、なんかあれ、これ逆だっただけとかな。これは引き悪かったな、ね、どっちが俺犯人かって分かんなくなるもんね。そう、分かんなくなる。俺今勘違いしてた。はいはいはい。これはそれぞれチップ取るってこと？いや、おしまいか。あ、そうだね。あ、Q さん勝ちだ、はい、え、嘘、俺勝ち？マイナス5になったから。そうね。え、嘘、俺だけ。うわっ、あえ、だってこれまだ、だって説明でしょ、だってこれから本番だよね。うん、あれもちろん。うん、まあ、こういう、オッケーオッケーオッケー。あー、まあ一回喜んどこう。シャーブーじゃねえよ。やめろ。全員、その SE のスタートをすんの。
早く押せ。押すんだ。これ押すんだ。はい、今のがチュートリアルとして。わかりました。はい、いきますよ。まあでもよくわかったわ。よくわかったね。ちょっとチャッチャしてるのよくないな。乗せるのの大事さ分かる、ね、5がないと基本通常大きい数字が犯人でね。そうね、基本5知ってるやつ強いな。強いね。あそこはね、強気に出れるよね。でもガンガン仕掛けていくことにするわ。もう確かに意外と引っ張られるからね。引っ張られるね。分からんよな。ここの最初の2枚大事だわ。そうね、めちゃくちゃ大事。ここの情報、はい、5とか来てほしいもんね。5とか8とかね。そうだね、58とかくれば。うん、えなんかパッとしないな。なんかどうなんだろう。あお、ガシさん、ここはもう今仕掛けチャンスなのかもね。まあそうだよね、一旦目だし、一人目はね、うん、誰かが上に乗せた時点で自分食らわないもんね。えちょっと待って、これ マジどうしよう。俺はリスク避けたいな。えちょっと待って、えこれマジで分かんないパターンかな。これ分かんないパターンかな。最後の4つ、初めの4つで結構もう見えちゃってるよ。さすがに演技ではないでしょう。でかいな。同じ2つ見て、お前 A か、まあ、対照的な演技やめろ。5があったのかもな、同じのこの感じだと。ああそうなのかな。可能性はあるんじゃない。これえぇ、ー、これこれえだえ A になるよね。マジで悩みはするんだ。じゃあどういうことだろうね。悩むってことは5知らん。23とかでは絶対ないってことだよな、A って。そうだよね、なんちゃって。あっ、ガさん、ね、何がなんちゃってなのか知らないってことか。ほんとだよ、何がなんちゃってなんだ。誰に向けて同じやつだ。なんだそれは。おい、むしろ置くなよそこに。一番怖いんだからそういうの。あ、これ。あ、いや俺なんで逆に C みたい。なんだ。私が置くのはこちらでございます。はい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 。あ、いった一番右見た。なあ、いやこれだってそしたらウッシーはそっちを置いた。左は見てるんだもんね、みんな見てるね、はいはい、そうね、そうキーの左はみんな見てるわけだからね。みんな見てウッシーはそっちを置いた。俺とガッツさんが引っ掛けたか、ウッシーが引っ掛けたか、どっちかだね。ああ、いやここだ。おお、おお、いやもう3点が怖くて。まあ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 ね、まあね、うん、え嘘でしょ。うん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 、はい、うん、うん、あああああやったやったやったすごい。牛に乗せられた。牛に乗せられた。これは乗せられたってこと。なぜなら俺8知ってるからね。あ、本当だ。右下で確実に乗せたんだ。じゃあでも8は俺も知ってるからね。ああ、じゃあどうした。あれ、うん、そっか。あ、だから7知らないから。7は知らないんだよ、レッツさん。そうか、そうか、そうか。だからそれこそ本当に引っ掛けられたんだよ。そう、あ、やばい。いやいや、そっかそっか、それでよかったんだ。これやっぱね、推理ゲームやってるからね、みんなやっぱ知ってる情報違うと違ってくるね、みんな、ね、はい、これ、うん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 、なるほどなるほど。逆に言うとこれ俺とガチさんが乗せられやすくなっちゃうから。そうだね、下にいるからね俺最初か。はいはい、よし、仕掛けてくるんだよな。いやいや、今初めてよ、言っても。あ、でも、はいはいはい、でもなんかメタ考察になっちゃうけど、うん、とか言ってないから、そうね、ああ、確かにね、もうこどうしても言っちゃいたくなるからね、うん、やべえなこれ、とか言わないってことは、これはわざとだ、絶対にわざとだこれは、うん、別にわざとじゃないよね、うん、牛。まあでも見てんの違うから分かんないよ。でも驚きの感じは、ね、パパーンじゃねえよ。何かだ。
うっしー、君いい嘘つきだね。おパパンだ、引っ掛けてきたが。ほうはっ、なに、あ、俺と同じだ。いやーこれ面白いな、同じの見てると思うと。いや、って言うでしょ、やっぱり。いや、でも違うからさ、情報。ご飯みたいにやるな。ピッコロだ。いや、これこれはここでしょ。でもなっちゃうよね。これはここでしょ、さすがに。あれあれ、待って、あ、情報が少ない。レドンドさんと同じ情報。本当だ、 俺側の情報だと。そうね、これ真ん中知ってるかどうかは。いや、真ん中知らないんだよな。差が出るな、ね、考え方に。いや、でもこれ右知ってると右も全然あるよ、やっぱり。あ、俺と牛に。こっちかな。うわ、おお、マジ、これ俺と牛勝ったんじゃない。勝ったんじゃない、これは。だってもう、これはさすがに勝ったよ。さすがにね、負けようがないもん。てかこれはもう、はい、2枚で結論出てんだから。出てるもんね。やっふー、やっちゃったねー。まあそれしかないか。2がどっちにあるか分かんなかった。そうね、俺が見てるけど、でかい数字ばっかだったから。これ2見れたのでかいわ。小さい数字があるんじゃないかなと思った。もう2見れないんだよな。じゃあやったー。あ、ちょっとあれ見たら仕掛けられなかったわ。確定そうね。なんか弱いみたいになってるな。弱いね、それは分からん。あ、そっか、詳しい数字を見ればいいのか。多分頭良すぎんだろうな。これで負けてる人。ちょっと意味が分かんない。多分そうだと思う。そういうことだよね、これ。そういうことだね。頭悪いやつが勝てるのかもしれない。よく喋んな、よく喋んな、よく喋んな、こいつら。頭悪い。急に。ダムソン苦手なの。気にしてるやついる。頭悪い。頭悪いんだ。あー、ちょっと待ってね。ちょっと。牛だけだよ。ちょっと待って。俺何見てもノーリアクションにしよう。やばい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 。なんだこの数字。ノーリアクションでいきます。バレちゃうから。まあ一番目だからね。ああ、うん、一番目か。うん、振りか？振りか？いやいやマジで。一番目を見て。やめろ。やったわ。やったわ。ええ。お。よし、付き合わんでいいぞ。なあ。ほっとけ。そうだったわ。そう、付き合っちゃダメだから。なあなあ。あいつと遊ぶのやめな。何のスタンプだ。2回やるの。ただね、これね、ちょっと待って。え、これかな。え、これかな。時間ないぞ。これかな。ちょっと待って。わかんない。悩んでること自体はマジなのかな。いや、乗せられてんのかもしれんよ。それはそれで。情報あるからな。どっち待って。あー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 、あ、そっか、彼は右を見ていない。見てないっすね、はい、右を見ていない。はい、あー、あって、それがもう致命的なやつですよ。うわっ、どういうことだ。怖いよ、俺とガチさん怖いな、これ。あー、待ってくれ。え、あ、ガチさん同じだ。右見てないから真ん中に置けるんだよ。そうなのかなあ。あ、そういうことなのかな。ガチさんも右を見ていない。ただね、ウッシー予言していい？なんだい？ガッチさんは真ん中に置く。ほう。あ、同じのを見てるから。うん。真ん中には置かない。やべ、俺が。あれ？同じ見て。やばい、やばい。裏切られた。右下の情報が違うから、ね。右下情報の差はあるから。真ん中か？え、置いた。置くんかい。置くんかい。なるほど。俺と同じか。だってさ。まあ俺と同じの見てるんだけど、ここを見てたとしたら、ここ置く。俺見てないんだよな。これレトさん真ん中置くな。いや、マジか。ああ。俺と同じは牛だもんな。じゃあこっち牛置きたくなる理由はわかるよ。牛かかった。理由はわかるでしょ。俺の技に。あと5秒だよ。技あんのかこのゲーム。いや、こっちだね。はい。来た。いや、普通にこっちでいいと思う。いや、でもショータイムだ。これは俺のショータイムが始まったぞ。いや、5番知ってるかどうかなんだよな。そうね、5番怖いね。うわぁ、なぁ、いったか、いったか。うわぁ、よっしゃまさか、引っかかったな。まさかそこに5番がってなるからね。あ、そうね。なったわけではないよ、別に。しかもそっか、2、3、いや、俺ね、2番知らなかったの。
あーだからなるほど。でもそうね、8分の1の確率で右下にあるなっていうのがないからさ。いやーこれ難しい。なんか今レドンドさん 2,3 知ってたんだよね。そうそうそう、あなるほど、大きい方に張りたくなるの分かるわ。分かる。そうそうそう、いやこれきついよ。でも結局俺とウッシーが勝ってんのいやでもここで俺最後なのやだな、怖いな。そうね、はいはい、おーえいおーあーガイさんリアクションしない、リアクションリアクションしない方がいいよ。重要タレコミだね、バレちゃうから、バレちゃうからリアクションしない方がいい。うん、ね、うん、左に、いやでかいでかい、やってくれた、やってくれたやってくれるのって どっちなんだろうと思ったら、どっちなんだろう、やってくれた。どうしよう。キモ。ご機嫌。スタンプの使い方キモ。やべ、俺死ねんそこだよ。なんか下大きなよ俺。おっさんしか使わないやつやから。家で遊びたいよ。いいな。俺もおじさん公文のスタンプ使いたい。いいな。うわやたら汗かくおっさんのスタンプいいなぁ。タハハじゃないのよ、タハハじゃないのよ。お、ずれたね。待って真ん中わかんねえ。ガスさんが置いたところ、なるほど、怖いなぁ。早く、え早くおお、はい、お分かれた、はい、あーなるほど。これはね、うん、ガチさんを転覆させたい気持ちはあるけど、あまあここでしょうね。おお、なるほど。どうだキヨさん、あなたは初めて泥をかぶることになるね、地面に。はいはいはい、それはない、はいはい、なぜならウッシーが俺の上に置いてしまうから。まあ最後だから、もう真ん中を見てないんだよ、ウッシーが真ん中。あいや引きずり込まれるよ、真ん中。俺とガチさんを信用、なるほど、おっと信用された。俺真ん中に行く、行った。あーあーあーあああ、ウシは俺と同じものも見てるしね。そう、俺たち知ってんのよ、アリバイでよ。嘘、繋がってたんだよ。何 ?3、はいはい、その数字は俺はめられてたらどうしよう。よし、勝った。これ8じゃないだろ、頼むぞ。はぁ信じてよかった。俺とウシは5を知っていたんだ。そうそう、なるほど。あいつも5を知ってるって思ったから、なんか信頼できたんだ。なるほどね、なるほど。3番目で冒険しなそうって思って。しないしない、俺もだって読んだもん。そうそう、確かに遊べる余裕ないからね。冒険する余裕がないから。あ、来た、1番目だ。信頼できたわ。やだなこれ。俺はガンガン仕掛けるぜ。俺もイーストブルーしか行けないから今グランドライン行けない。まだ1ポイントだし攻めれる。上の方行けた、超攻めれる今は。そうね、うん。いや、はいはい、5とかの情報欲しいわ。いや欲しいよ ね、 ね、やっぱり5持つと強いんだな。ねえ、 X いらねえんだよな情報。そうなんだよな、アリバイの X いらねえんだよな。いらないんだよね、うん、だからなんだって思うもんね、うん、よし、さあ何でも来い、はい、俺は度胸。えぇ、これきついて。こんなびっくりするの来ないから。え、きつ、え、どっちこっちかこっちなんだよ。うるせえ、早く OK や。早くしろ。決まってんだろ、OK や。早くしろ。早くしろ。バカ。え、じっくり考えろって。くそアドバイスくれんじゃん。まさか A 置かないよな。まさか、ね、うわ、バカじゃん。A 置いちゃうの。バリオモロギャグ出してきた。あー、なるほど。評価激甘。Q さん、A と B を見たのにそっちに置くんですか。あれ歯切れ悪いな。見たんですか。ふにゃふにゃになるほど。自信のなさが出てたぞ。ヘビでいてくれてありがとう。なんだ、どういうことだ、どういうことだ。お前はヘビだ。あれ、お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 、え、お、あ、全員違うとこ見てる。お、え、え、ほんとだ、ほんとだ。
この2枚を知ってるのは俺たちだけだもんな。いや、こっちに置きたくなったろこれ。え、どういうこと？ちょっと、あー、なるほど。レトルト選手、左知らないんすね。知ってる。そうだ、レトルトさんは左を知らないんだよ。俺は左知ってるもん。俺の上置けよ。左に乗りまーす。真ん中知らないくせによ。あいつ、俺が真ん中を知ってるからね。お母さんも知らねえぞ、左。ガッサン、騙されんな、騙されんな。やばいぞ、これ。左乗ってみなよ。あいつ一番上だから、それは実況中やりたくなるよ。でも、ガッサン、この真ん中を知ってる者としての矜持よ。ガチさんミスったらマイナス3で負けるんだね。なんか今古旗が現れた、うん、俺のとこ置けば負けないよ。一応まあそうだね。うん、一応もう一旦回ってくる。あ、まあもう一旦、まあ分かんない。俺こっちしか分かんないかな、情報が。よかった、いいのか。俺たちを信じる。まんまと俺らの船に乗らなかった。あ、5は入ってない。5そこだったんだ。入ってない。あー、なるほど。ってことは、ってことはだ、やべー、やられた。いやー、マジかよー、騙されねえ。うわー、わかんねえよって。でけえ。マジかよー。いやー、知ってるもんだって。でも弱腰、弱腰さんを引っ張った。確かに、確かに引き込んだもんね。引き込んだね、最後。ずるおい、こっちの真ん中だったら終わんないよって。確かに、まだ一旦あるよって。いやでも8は分かんねえ よ、 あ、よっしゃ、この2ターン目。あ、ガイスさんガレスさん、多分これ終わるぞ。あ、なんかさ、お前1ターン目がないんだけど、なんで。あー、1人目、ランダムなのかな、1人目。なんか1ターン目がないんだけど、俺ちょっと来てないか。うん、おかしいよね。確かに全然やってないね。うん、これランダムなのか、順番じゃなくて。そうだ、ランダムっぽいね。いやね、情報んだよ、クソアリバイだな。あー、クソかよ。なんだあいつ。俺はきついんだよ。はい、迷いません、ここです、終わり。お、これはやってるか。ただなんだろう、ウシーは信用できるような気もするんだけど、ウシーと同じ情報欲しいな、なんなら。そうでしょうね、ウシーと同じのでいいわ、もう。なんなら、そうだったらこれ、ウッシーが迷わないってことは、もうノータイムで置いたからね。やる可能性あるからな。迷いゼロ。ウッシー右見てないでしょ。もちろん。そうだよね。うん、これね、ミスだよ、君の。え、これは君のミスだ。いやいやいや、俺とガチさんは後がないんだ。慎重に行こう。まさか、あ、ガさん同じだ。いや、これはここですよ。あ、やったな。ガッサも迷いなし。あ、真ん中知らない。はめられるか、それとも信じて真ん中に行くか。いや、ガッチさんは真ん中見てるんだもんね。あ、見て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 。ガッス。真ん中。逆に右見てないからね。いやまあまあ右置いてない。そうよ、あいつ右に置いたんだな。よし、こっちだ。あ、うわ、右を見た上でそれをやってんだもんね。まあまあ俺を信用する気持ちはわかるな。いや、ね、この場にそうないないね、8はないはずだから。うわ、でっか、ないの。よし、ないよ、来た。あんじゃねえか。あー、牛信用してよかった。まあ、5番共有またしなったからね。5番共有してたからね。ちょっと今引っ掛けたんだけどな。いや、でもまあ7あったら置くのは全然わかるしな。そう、ね、そうそうそう、俺も7見てるからね、怖かったよ、見て。うん、それ、よく来たな、ま、マイナス1しか来ないからね、俺。確かに、まあ、よし、あ、初めて来た、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 もう本当はガチさん最後きつく。いや、まあまあまあ、全員引っ掛けで記憶を落とすっていう可能性もあるから。確かにあるね、まあ、乗ればだけどね。そうね、自分の命のためにね。あの快感が忘れられねえから。はい、来い。なるほど。なるほどね。かあ、なるほど、そうきましたか。
あれこっちもいたな。なんだどうしましょうかね、これ。厳しいな。A、B を見た上で悩んでるな。うん、レトルトでした。あ、古畑。なんだ古畑だよ。あ、そこ俺知らんぞ。あ、仕掛けてきてんのか。いつもこういうのないですからね、別に。そうね。これそうだな。まあもう一番味は余裕ですから。うん。ウッシーは俺のとこに置きたくなるんじゃないの、まあ、気持ちはなるよね絶対、うん、そうでしょうねこれは置きたくなるよ絶対こちらですおいあこれしかも最終ラウンドだからねあ本当だシーはシーはなくなったウッシーの上に誰か乗ったらもうウッシー、ね、あれ俺と同じいやなんかこれちょっと許してユキノさん、ウッシーの上に置いたらさ、ウッシー1位確定になっちゃいますよ。そうね。最終ラウンドですから。違う、もう俺は彼の考えてることがもう分かる。これは、そうなのか。分かるのよ。ここだから、はい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 。いや、もう駆け引きとかじゃ、お、思い切った。ああ、マジか。はい。もう俺は分かってんのよ。ああ。確かにみんなと違う。そうね、ああえ、でもこれって、え情報なさすぎ情報なさすぎだろ待って、キヨ君はその状態で、キヨは真ん中見てないのか。俺は真ん中見てない。あー、あやさん左知らないのか。この状態でじゃこっちだな。は真ん中置くこれはめられたかでも、これ情報ないのもう全部わかる俺も全部わかるのよ俺も全部わかっててやってんだからいや、まあ、俺もそっち置きたかったもんそうね、わあよく置いたなこいつって思ったもん誰も誰もってかガッサしかいないからそうね、ガッサしかいなかった俺とウッシーはね、5を知ってたから。ああ、だから、もう、2と×見たら、時点でもうね、真ん中セーフって分かるんだけど。真ん中確定しちゃったんだけど。引っかかんなかったから、さすがに。そうね。まあ、今のはな。俺もそっち置きたかったわ、ほんと。俺も、ね、置いちゃってるからね。そうね。難しいな。そう。やったー。確かに。賭けに負けるな。おもろい。面白いね。いや、おもろいね。ははじゃないんだよあれなんかアイコンもらったあれあれやるな最後に選ぶおおまけじゃんおまけおまけこれマジでこれマジでやめろおまけだからおまけおまけこれもう本当に俺こういうの一番嫌いなんだよやってんだろいつもいつもお前がやりたがってんだよ一番嫌いなんだから同じことなんだからこれ本当に大丈夫今日こそさ平成が勝ってどうしようもねえな喜ぶな今日こそ S が勝って終わろうよあれこれあれなんか俺選べるあれとりあえずお任せあそうか全員あるなじゃあお任せでいいか全員選ぶんだったかマジかよこれそうねあやっぱり果物ねはい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 この後出るのねはいはいなるほど嘘はい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 わかりました S 嘘を書いてるやつをね見つけるっていうだけの OK です簡単でしょう簡単ですよこんなのこれ枠からはみったらもう強制終了だから気をつけてねああそうそう分かった真ん中のに書いた方がいいよ俺それ普通にガチ間違いするんだからそうねよくあるやつあれはじゃあ僕まあとりあえずでお前エセなんじゃないのよしおおはい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 こんぐらいでいいかなと俺もどうですかあーはいいいねいやいいんですけどえこれわざとこれ押した感じもちろんもちろんだってバレちゃうのはよくないからねまあそういう細かい情報を散りばめるっていうことだからね2ターン目があるからね、うん、ちょっと待って待って待ってえどうしようあれあれいやいや結局こうなんですけどおんこうなんですけどおっとうんあ、うん、あ、うんうん
わかったわ。これ誰、うん、気づかれてんのかな、うん、これ気づかれてない。どうだちょっと待ってね。これ足りないか。なんかでももうやめた方がいいかもな。あのこれうん、なんでもないなんでもない。ただなんだなんだこれ、うん、え、これもうみんな情報出さない感じでしょ。出さない方がいいかもね。もうこれ以上出してもみたいな。なるほど、ね、分かっちゃうよね。はいはい、まあ、そうか。ああ、うん。もういいです。これなんだこの絵。いやまあ。ちょごめん、俺直感で入れるわ。まあまあ、もう直感で入れるね。単純にまあ覚えやろと思うけど。確率わかんねえ。確率高いのは、まあ、直感で入れる。ごめん直感で入れるわ。まあちょっとね紛れてはいたね今回は。うん、これ分かれるかな表。俺なわけなくない。え、分かれるわけねえだろ。一番ないとこ行ったじゃん。かな、まさか。おへんだろ。やめろそれ。全部同じじゃん。なんか一番ないとこ行ったじゃん。そのリアクションやめろ。すごー。オッケー、よく分かりました。俺もうこんなんすぐ分かるから。じゃがいもです。うわすげえすげえすげえ。お前ゴリラのアイコンなのに。勝ちようないってこんな。ゴリラこのゲーム、このゲーム盛り上がらないのよ。盛り上がって盛り上がってって盛り上がってんの。じゃがいもです。バナナ盛り上がった。同じなんだ。同じなんだ。おかわりやめろ、おかわりやめろ。やめろ、ヤブの方がいいって。ヤブの方がまだいいって。ヤブやろうよ。喜んでるやついるな。あ、人狼か、あいつ。あいつ人狼だな、もう。こんなよ。おぉ、いやぁ、うん、おぉ、これは広いよ、はいはい、でもなんか、テーマこれ、むずいと思うけどな。まあでも、あれだね、誰だ、人狼側騙す以外では当てることできないかもね、うん、この広さ。確かに、うん、まあね、いやエセすごいね。エセ紛れたらかっこいいな。でもそうね、紛れたことないからね、うん、ほぼ。さてじっくり見極めるよ。エセが一番だったりするのよね、このゲーム。これ、ね、エセ一番の時マジで困るんだから。固まるんだから。あれ筆動かないな。動かないね。エセ一番、あ、俺かおい、ウッシー、ウッシー、ウッシー、これはウッシー。そういう、ちょっと待って、乗っかってこい、乗っかってこい。乗っかりようがないもの。え、乗っかれるよ。お、まあ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 って思うでしょ、一応。で、他の人もわかんないし。ああ。いやどうなんだろう、分かられることもあんじゃないの。お前それしか書いてないだろ。いやだから俺は分かられないじゃん。分かられないけど、これ情報与えないとさ、ほら、はいはい、まあ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 、結局みんな微妙なわけじゃん。全然じゃん。これなんとガチさんが牛。そうね。まあでも馬かけるかな。うわ、まあ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 まず丸かけますよ。はい。何、まあ何それ。いや、まあまあ、分からせないようにして。なんだこれ。ほら。何それ。いや、嘘だ。なんで牛。うん。君は白だ。そうでしょ。うん。え、そうなの。白だ。なんで俺は汲み取った。うん。俺最初もそれ書きたくて一筆なの忘れてたんだよね。俺は白だよね。これもうね、俺ヒント出さない、もう。まあ、でも、キヨ君はちょっと割と信用できる部類だからな。ウッシーなの。でもなんか俺朝も絵だけで言うとそんなピンときてないよ。まあ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 、確かに情報はそんなないもんね。でも俺ウッシーにピンときてくれ。でも俺ウッシーにピンときてんだよ。
そう信じてくれたからキュンってしちゃったけど、でもそれが作戦の可能性もあるわけじゃん。皆さんこれ信用させてほしいな。どうせこれはバレない、これバレない、これこれこの問題はバレない。場所かちょっとな。こうやって四角書いてこう書いて。あれ？不動？あれ？ああ分かった分かった分かった。分かった？これはまあ俺何も言わずに投票するよ。待ってこれ誰だ？ちょっと待って。ちょっと俺書いてる。誰だこれ。いやガッチさんは合ってる。俺も絶対合ってる。えガッさん合ってんの？いや合ってるでしょ。確かにガッさん合ってると思っちゃった俺もこれで。あそうなんだ、うん、俺来てないわ。俺に伝わってないわ。いやこれマギ騙せてるかもしれない。いやどうだろうな。えちょっと待ってこの今エセうまいわ。誰かいるぞこの中に。いやウッシーかキヨくんだ。わかんねえ。レトさんか。俺なわけはない。いや俺はでもよくしゃべるよ。2個とも割と書いた方だと思うけどな。いやごめん、いやウッシーに、ウッシー信じたのに言っちゃった。まあ、たやべ、逆にリアクションでかくならないか。いや逆にリアクションでかくならないもん俺。ああー、俺だけじゃねえか。え、すごい。これ何。いや、だからもうさらに当ててみて。これで当てたらもうね、完勝だね。あ、そうだね。もうやられたこれ普通に。最後ガッチさんのでうまかったわ。いや、うまくないのよ。だって伝わらなかったもん。なんだろうあれこう。そっか。全員に入れられてるフシ。うん。そうそう。俺何も理解できない。フシちなみに3分前俺から白認定もらってるからね。お前何やってんだ。お前何やってんだ。お前マジで何やってんの。フシ書いてるもんよく分かんなかったんだよな。フシが書いてるの分かったんだけど。いや。最後のガッチさんので逆に持ってかれちゃったんだよ俺。え、機械をバカなんで。何書いたか分かんない。それは分かんなかったんだ。ガッチさんのトンネルだと思っちゃったんだよ俺。俺帽子かぶってる駅員かと思っちゃった。あやったー。うわー、後ろ何やそれ。あれ線路でしょ。どう見ても、うん、あの三角は。いやだから一筆で書かなきゃいけないから繋げただけ。あ、線路だったのか。あれ以上ギザギザにさせたら線路露骨になっちゃうから。あれ右下だな。ってこと。電車電車。そう。まあ電車をふわっと書いたのは。太陽はまあ。うわ。やられたな。やったぜ。ウッシーもっと攻めなきゃ。いやめちゃくちゃ線路だろ。そう思ったらもう線路じゃん。駅ってテーマであれ見たら。しかも唯一白って言ってるのに。信じてもらってないな。キュンってされてんのにしかも。そうちょっともう、うん、はい、終わりだよな。ああ、これはもういい。ああ、もうだってレスが勝ったから。うん、悔しい。おい、もうやる流れになってる。やる流れになってるぞ。やめろよ。それではみんな、いいいいいい、また次回の、え、で、うん、な、なに？え？エセなのかよ。いいんだ。なんでやんだ。いいのよ。もう長いのよ、動画。長いのよ、ほんと。勝ったじゃん、今。もう、ヤブの中のがやりたい。ほんとだよ、ヤブの中やらせてくれ、もう。ヤブの中楽しいから、ヤブの中やりたい。これ。確かに。当てた。これね。これね。はい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 。で、はいはい。まあでもこれなんかな、はい、バレそうな感じもするねちょっと。これはね。やっぱこれでも似た形が多いのかな。ちょっと俺全然違うところで攻めてっていいっすか。はい。ダメだよ。え？やっぱりある程度信用を得ることってめっちゃ大事だからね。さっき信用をちょっと攻めてなさすぎた。でかっ。まあね。ちょっと時間なかった時間なかった。お前何やってんだお前。お前ちょっとやったな。お前やってるなこれ。お前もうこれやってるな。なんか勢いでごまかそうとしたな。お前知らないだろ。こうでしょ。あ、ガッチさんそれね。それ。え、そう。なんか勢いで行こうとしてんなあいつ。じゃあ本当に俺知らないんだって。いやこれでも。あ、待って、でもこれ。ああなるほど。いやでもわかるでしょ。いや。あ、わかんない？わかんないな。つなげるとしたらこうかなと、お前らのやつを。あ、うん、あはい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 。まあ4番目とはいえ、うんうん、まあちょっと信用できるよりかな。まあ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 、まあ、そうでしょ、うん、でもなんかあんま Q さんが一番俺の中で信用してないからね。まあ一番遠い、ね、1番目だから、うん、はい、ヒント与えないようにしてんの。いや分かるよ分かるよ、それは分かりますよ。じゃあこの絵見てね、ちゃんと俺の2回目に描いた方。
その上でなの。まあ確かに。これ今俺分かったからね、せ誰か。俺こっち書かれちゃったから。じゃあ俺こっち書かれちゃったから。案外するのか。本当に。あ、やばい、ました。最悪だ。でもそれあるでしょ、それ本当にあるんだよ。出ちゃった。ちょっとさ、俺だと思わせといてさ、レドさんちゃんと見といて。うん、分かった。ほうほうほう。いや、まあそうなんだろうなって思うわ。あっ、こただし白です。ん、え、おお、まあ嬉しいと俺ちょっとつながりやってる、ね、なんかそうね、つながりをやってるから。いや、これも確定でしょ。いや違う違う違う、マジでマジで嬉しい、マジで確定。いや、じゃあ、うん、分かるよね、分かるよね、まあ、いやこれマジでマジでマジで、まあ、大丈夫大丈夫、安心して、分かってるもんね、俺じゃないからね、本当にこれ、うん、マジでよ、マジマジマジ、いや違う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 、だってこれどう見ても魚描いちゃってんじゃん。もうやってる、もうやってる。ああ、魚って何だ、違うって、うん、ほら、もう本当だ、下魚描いちゃってんだから違うでしょ。そうなの、うん、牛、俺たち友達だよな。そう、友達だよ。お前がエセなわけねえよ。俺はまだ口ばしも書いてやったのに。俺は今でも信じてるぞ。俺はエセじゃねえよ。お前がエセじゃないって俺は信じてるよ、今でも。ありがとうよ。エセエセエセ。ありがとうよ。エセだよ。何これ。わかった。これかな。これかな。これかな。俺はくちばし書いたのに、最後に俺もくちばし書いた。違う、俺レトさんがあのグニョグニョグニョって書いたのを目で、あの魚の絵に書いたんだなって思った時点で、ね、あ、なんか、あー、そういうことか、ペンギンの手なのかなって思って。そうそう、ペンギンの手だよ、牛、俺の手は。違う違う、俺あいつの魚にくちばしつけたのかよ。キメラが生まれちまった。これよく見たらレッドさん書いてんのクソだって絶対。そういうことか。よし、終わろう。ああ、よし、お前の一筆目も許してないけどね。あれなんだと思う、ちなみに。いや、わかんないです。ペンギンの入ってるとこなのかな。ああ、ちょっと大きい巨大な氷を描こうと思った。お前じゃね、そりゃ疑われるわ。そうよね。よし、終わろう。はい、はい、終わろう。さすがにね。そうね。よし、押して。終わるから。違う、それ押してって言ってんじゃないの。ボタン押して。違うって。違う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 。パパンじゃない。よし。誰かがスタンプ押した、もし次誰かがスタンプ押したらゲーム解消しちゃうからね。お？本当に嫌だ。本当に嫌だ。